メールに載っけてない写真とかもないですもん、衣装。それとツイン時代に着た衣装もメールに全部載っけたから、だから多分来月はストレートツインじゃないんじゃないでしょうかって思ってちょっと楽しみにしてる。勝手にね、撮影はしたよ。そう、まあでも見たことある髪型だとは思うんですけど、そうみんな見たことある髪型。そう、その日の撮影の髪型を見てっていうね。メールの写真可愛かった。いやー、みんな優しいね。私的には全然漏れてなくて悲しい感じ。セラタンとユーリーのカードやっとコンボできた。ありがとう。私も自分のとユーリーさんの毎月コンプしてる。うん。そう、でも今月はね、そのゆうりさんの100以内には入ってないので、てかもう今月はもうずっと自分のカードのデッキでやってたので、そうカードがもらえないのが悲しいです。悲しいです。あ、そうなのよ。そうそうそう、基本の画像はずっとツインなのよ。だってもう多分そのゲームってさ、もう大体さ変わんないじゃないですか、ゲームの基本の写真って。だから基本はもうずっとストレートツインですね。本人登場とか、あと私あれアイコンが嫌な、アイコン、あの本人登場してなんか本人しか持ってない自分の顔のあるじゃないですか、メンバー用のあれが今の壁じゃなくて前回の壁車で、いやまだ今の壁車だったら漏れてるからいいんですけど、前回の壁車は私こっち側の顔が好きなんですけど、こっち側の顔になってるっていうのもあって悲しい。あれ悲しい。てか壁車いつ撮るんだろう、壁車撮るとき、ね、前回壁車撮るときがめっちゃ本当になんか食欲ない時期で、普通に結構コンディションも良かったんだけど、だから次が心配ですね。はい、そうなのよ。なんか本人登場の写真は今の壁車のだから割とコンディションいいんだけど、前回のね、ちょっと角度がそもそも嫌い。悲しい。まあ自分的な角度はこっちだけど、多分その写真を撮ってくれた方はこっちの方がいいと思ってくれたっていうわけであって、だから結局は多分こっちからの写真選ばれてたとしてもあれなんですよね、コンディション悪かったっていうことにしておきます。新しい壁車未だに直接見てない。確かにね、コロナの時期とかぶりましたからね。メールの画像めっちゃ可愛かった、ありがとう。今日は何時まで、特に決めてないですね。いつも何も決めてない、気まぐれで、うん、やってます。コンディション保っててないよ。保っててないよ。脱ぎ中までにはだって、だからそれそんな長くやんない。ゼロ時切れるしね、そんな長くやんないけどね。そう、劇場で見れないまま終わったらピエンだって。そっか。なんか今まではさ、壁車はもう私はもう
ツインって決めてたからいいんだけど、次からはさ絶対ツインは しないから。次はね、いや壁じゃって1年変えられないから、どの髪型にしたらいいかわかんないね。どれにしたらいいんですかね。壁じゃを取るまでに何個か髪型をちょっとやっておきたいね。どれが良かったかアンケート取ってみてね。アフターって何？いやでも、あーそうそうそうね、ポニーテールにはしないね。ポニーテール、いやポニーテールにはしないな。私はもうおろしベースで、壁紙をおろしベースでいこうって思います。全然壁紙の髪型ゆりさんに決めてもらう。それ困りそうじゃない？え、壁紙決めるのってなりそう。壁紙はいつ取るんだろうね。ストレートベースじゃない、おろしベースって言ったから。でも一回ハーフツインかツインで迷った時は一回相談したことはある。うん、ゆりさんで結局ツインになりました。だから言うて一回決めてもらったって言ったら決めてもらった。今年しない可能性、いや全然ありそうじゃない。なんかそう、普通にいいですけどね。変えなくても、みんな壁紙見れてない人多そうだし。なんかさ、ツインテールだとツインの印象がついちゃうし、多分ポニーテールしたらポニーテールの印象がついちゃうから、それが嫌なので基本おろしベースにしたいですね。まあ巻いてるかウェーブしてるか編み込み入ってるかとか、まあそういうのそういうので変えたい。サラダのこと一番分かってるからだって。分かってるんですかね、どうなんですか。金髪にはしないよ、やだ。片耳かけだって。いや耳、髪の毛をこうやって、ま、耳にかけるのはかけるんですけど、だってかけないのはちょっと重くなっちゃうので、かけるのはかけます。片耳だろうが両耳だろうが。でもさ、この前のねじりハーフツインで言ったらもう両耳かかってるしっていうね、そういう、まあ、いろいろありますね候補。覚えてもらいやすいに髪型固定する、いやもうそれ散々やりましたって。私もう研究生の頃はストレートベースで、まあ、ポニーテール、ハーフアップ、ハーフツイン、ツインテール、ストレートおろしとか、まあレパートリーはあったけど、サイドポニーとかもね、ストレートベースだったら。でもその中でも、まあ、みんな多分変えてたのよ。みんな変えてたけど、私はもう研究生のうちだけでもずっとやって、ちょっとイメージ定着させようと思ってやってました。1年に1回そう変えるチャンスはあったけど、まあ、正直変えたい気持ちはあったけど、でもなんかここまでツインテールやったらなんかもったいないなって思ったし、だからやりましたね。まあ、それ以降だって髪型だけで覚えられてもって感じだし。顔で覚えてもらわなきゃ意味ないですしね。とりあえずツインテールで覚えてもらったということで、この間の劇場公演だっていつだ、ポニーテール。この間の劇場公演ポニーテールなんだけど。一生黒髪、あーちょっとそれは無理かも。一生は無理かも、いつかは染めたいけど、まあでも近々染める予定は一切ありません。浦さんで一番髪型固定、うん、私が多分一番髪型固定してた。まあ昇格時期も遅かったっていうのもあるけど、
そうなのよね。だからそういう意志だけは強い、意志っていうか強いんですよね。な、変なこだわりあるからさ。そう、どうせ1年間固定ならもうずっと固定でいいんじゃねって。1年間固定してその髪型で覚えてもらっても、結局壁車で変えちゃったら、え、意味あるってなったし、なんかもうそこまで固定固定なってるならもうとことん固定してやろうと思ってずっとツインテールにしてた。髪長いと乾かすのに時間かかるの？かかると思う、長ければ長いほど。まあ別に私はね、ロング派なので。コンビ名気に入って、気に入ったというか面白かった気に入ったよね。ちょっと意味わかんなかったしね、そういう言葉が本当にあるのかなと思って。ただ単に言葉並べただけ。何、どういう、なんかさね、でもなんか面白かった。そうそう頑固、今頑固のところあった今聴覚後の髪型素敵だった、ありがとう。今の髪型ストレート、私でも一回ストレートで頑固な一面はあるよね。うん、知ってる知ってる、私って頑固だよねああ面白い。うん、私ね一回ストレートで出たいな公演。まあ一通りアレンジやり終わったらですけど、やりたいアレンジがいっぱいあるので。やさぐれてる、だって嘘でしょ、私そんな今日なんかやばい。コンビ名決まるといいね。いや決まんないんじゃないなんかでもみんなが出してくれた案でいいのがっていうかピンときたのが何個かあったら、その何個かあった3つぐらい出してゆりさんに言おうと思って、から1個選んでくださいって言ってしたら決まりそうじゃない。何でもいいって言われたらもうじゃあ決めなかろうって思っちゃうけど何でもいいって言われたらどうしよう私めっちゃ頑固だって。そんな頑固なんだ、自覚ないもんなこれ。そう、初見の人やさぐれてみる嘘でしょ、でも今日初見の人いないねあ、面白い。そう、これに決めました。だから無理なんだって、それが。やだよそれ、やだ、私の意見だけで通すのやだ。てかそんなに別に多分これがいいっていうやつがない限りはそうならないし。やだやだ、てかむしろもう全部決めてほしいレベルでは多分ね、そんなことできないから見た目とのギャップはあるだろうな。うん、あるだろうね。パーマかけたいと思わない、うん、1ミリも思わないブランド？なんだ？わかんない、アンケートするだって。何のアンケート？強いセナがなんかもっとかわいいくせ毛だからストレートもらいましょう。私もくせ毛だよ、私もね。
私もまあそんなに全部学生業ってわけじゃないけど、私も結構あれですね、だから宿毛をかけたりとかしてます、たまに。でもこれでセナタンがブリブリの間だったら好きになってないだろうな確かに確かにね奈美さん髪切ったの見たよ。変わらないって言われる。そう、私宿毛かけると変わらないって言われる。でもね、あの髪の毛のそうボリュームがね抑えられるんですよ、宿毛かけると。私そうそうそうまあそんなめっちゃくせ毛ってわけじゃないから多分あんまり変わんないって言われるんだろうけど、美容師さんにも言われるもん。え、これかけますかみたいなあんまり変わんないと思うんですけどみたいな。いや大丈夫ですって。自分が分かればいいから、もう自己満でしかないので、ほぼ。セナじゃないセナだよ覚えてって言われた時とキュンとしてセナ推しになったすごいきっかけはそれぞれですね。嬉しい。プータンの時は絶対ブリブリだと思ってたのにごめんねブリブリ、私ブリブリ苦手なんですよねそうブリブリ、ブリブリ系苦手なんですよね。だから今まで好きになったアイドルとかもブリブリ系の方いないですし専属の美容師さんなんていないよ。え、どういうこと？クセッケだから宿毛はおすすめしますよ。どういうこと？え、宿毛ってクセッケがストレートになるためのものじゃないんですか？ブリッコしてって言われたらできるよなんかブリッコしてって言われていいよって言ってノリノリでやると多分そのあのね、なんかバカにしてるみたいな感じになっちゃうからあんまりやらないですけど、今みたいなこの顔は超バカにしてるダメですね。ね、そう、私もだいたいサバサバって感じの、私が好きになったアイドルの方結構サバサバって感じ。サバサバ福山さんって何系なんだろう私がそうでも結構、まあ、13期さん好きって言ってたんですけど、13期さんそうですね、13期さんまあ全体的なんていうの箱推しって感じだったけど、握手会通ってたメンバーさんは結構サバサバ系でしたそう笑わせてるからガチでぶりっこしてるわけじゃなくてちょっとふざけてるからね私そうなんだね。どんなコンセプトだって、私コンセプトあるのかな。確かにみんなサバサバだって、え、思い浮かんだ。でも今いるメンバーさんの中で握手会に行ってたのは茂木さんなんですけど、そうそう卒業された方もサバサバって感じでした。面白い感じのフ
コンセプトないね。なんだろうね、なんか私ってそういうなキャラみたいなの定まってないですよね。セアタンと言ったらっていうやつなくない？なんかちっちゃいとかチビとかしか出てこなさそう見た目やんってなるけどねセアタン学習来たこと、いやそんなに行けてはなかったのでって何回も言いますけど、グアムさんもですし、そうご存知ですか。いや知ってますよ、もちろんですよ私推しハンカチみたいな、なんだ推しなんだハンカチなんだっけ、あれ持ってますよもぎさんのとこ握手っていうのは本当に入る直前って感じの時期に行ってたから、みんなたくさん行けてなかったけど、まあ行ってました。本当にそう、本当に入る直前って感じワイも持ってるそう、なんか横山さんのは毎回買ってて、ハンカチをね集めてて、ほぼ毎回ね、でそれプラスっていうそう、なんか毎回違うメンバーの買ったりとかそうしてた。明日の重大発表って何？なんでしょうね、11時からのやつでしょ。また埋設するのみたいだって。埋設ね、でももう予定ないんですから私。音楽劇後じゃない、音楽劇後までやってるか埋設わかんないけどとりあえずないんじゃないもう私って油断してたら来るっていうパターンあるからさ、怖いんだよね。はい、すいません本当に怖い。お腹すいた？私もお腹すいた。セナちゃんに会ってた。え、それはもうみんな全員あると思います。会ってた可能性は。まあでも他のメンバーも AKB ファンでしたとか言ってるのはみんなそうだと。まあ覚えてるか覚えてないかですよね。まあ大体人と喋ってないって、私僕のやつも毎節あるらしいって。だってへえ、そうなんだ。でもさ、逆にチーム公演にさ毎節あって僕のやつになかったらおかしいから、公演全部にありそうじゃない。だって何でしたっけ、あの言えないんですよね、あの茂木さんのユニットもが公演してた時も梅組に埋設してたんで、うん、サラダの魅力は特にあふれんどいのとこかな、あと公演大好きなとこ、嬉しい嬉しい。埋設好評なの、みんな本当に。ハンバーグ食べたよ昨日、今日の夜ご飯チョレギサラ、すごい。サラダね苦手で、サラダだけっていうのが無理で、なんかおかずとサラダがあったらいけんだけど、サラダだけっていうのが無理なんだよね。そうそう、明日の11時からの重大発表、まあでもみんなお仕事か、
前説のメンバー最後のお見送り無理なんですよ。だってこあのステージ上に8人までしか立てないというあれがあるじゃないですか。無理なんです。だから無理なんです。物ボケ考えるの大変。物ボケはもうなんかリハの時にその見せてもらって、リハの時もやったんだけど、なんかリハって恥ずかしくて無理で、本番はもう勢いで行くしかないから、本番もダーンって勢いで行ったんですけど、もうリハはちょっと恥ずかしすぎて、リハは一生できないと思う私。めっちゃ通知鳴るやん。ああ15周年間忘れてたとか言って、一人でステージ立つやつだ。すごい、中華ドレッシングがあるの何回でもおかわりできる。だって無理なんですよ私、生野菜本当に苦手で、生野菜オンリーで食べると、なんか食べたいって思った時はまあコンビニに売ってるようなちっちゃいサイズのは食べれるんだけど、なんか食べたいって思わずに、なんかダイエット目的でとか食べようとするとなんか気持ち悪くなっちゃって苦手なんですよね。メンバーである程度予想できちゃう。メンバー発表するメンバーってこと？そうなの？誰がするんだ？扇風機渡された時のツッコミ扇風機か、なんかみんなあっちの方が面白かったって、なんでなんだっけ、あの空気入れって言ってくれるね。リアでツッコミ恥ずかしいし、いやなんか私が次もし2回公演やる時が来たら、あの昼夜でちょっと物を変えていただきたいなってちょっと交渉しようと思いますそうだ、夜公演見た方は分かると思うんだけど、超グダグダになって、いや私のねレパートリーが少ないのが原因なのは原因なんだけど、ちょっと物変えてほしかったそうそう、セナは長女だよ。前説終わったら裏でお菓子ポリポリ食べて遊んでも OK だってまあしないよねそんなことしないけどね。前説終わったら VR 見ます。ロビー、え、これ言ってましたっけ、言ってない、これ内緒、わかんないか言わない、私はもう VR 見ましたいや違うの、リハーサルの時に一回見てはいるんですよ。でもなんかもうそのノリツッコミとかもしたことないし、なんかもう無理って思って、もう勢いで行きました私は。もう勢いで、生野菜も苦手だけど食べてますよ。今日も食べましたよ夜生野菜。だから言いましたけど、なんか夜ご飯はサラダとか昼ご飯はサラダだけとか無理で、そサラダとプラスなんかおかずが欲しいのよ。だからもうハンバーグ食べたって言ったけど、ハンバーグとサラダ食べました。だからハンバーグだからご飯代わりにサラダみたいな、ハンバーグ食べてってそういうのはやってますそうそう、そう、美味しいと思う。なんかね、生野菜は苦手は苦手だけど、なんか苦手で食べれないんじゃなくて、多い量は食べれなくて、少量だったら美味しく食べれるって感じ。だから苦手
まあ、生野菜苦手ですとは言わないですね。だから、あ、そう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 、お客さんと VR で話そう。ロビーに来た、ロビー観覧してたお客さんと VR で話せるんですよ。そう。でもやっぱ VR 見てる方って絶対真剣に見たいじゃん。だからどうやって話そうってちょっと苦戦しちゃったんですけど。そう。そう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 。リズムしてみてだって嫌だ。ゆで野菜。いや基本何でも食べれるんですけどね私。水は飲めないですけど、水飲めって言われたら飲めるし、なんか。あれです、私水公演の時にやっぱりその前半2曲やって、で1回吐けるじゃないですか、マンゴー生松終わって、で鉄南前半で出てきてって、で鉄南の後半、違う、鉄南出てくる4人がいてってなって、そういう時は楽屋に戻れないから水筒飲めないから水飲みます。うん、そうそうそう、リアルで話すの難しい、難しいですね、すっごい難しい。そう、エンドレスサラダは無理。そうそうそう、いやなんか、いや難しくて、なんか人の顔見て話すなら全然いいんだけど、なんか難しくて、だって難しいのよ、とりあえずなんか体験してみてくださいぜひなんかクラリネットは何年 ?4 年ぐらい学んだっていうか、部活でやったので、そう、炭酸水、なんか喉が喉が変になった炭酸水はレモン炭酸水が好きよ。基本なんか味がついてたらいきます、水にそう VR 見てたらセナタの声聞こえてるよ。だからそうそう会話してるのよ。でしかも多分私の声も聞こえるけど、多分その私の方にいるスタッフさんの声とか、私とスタッフさんがちょっと話したりする時とかあって、そういう声も入っちゃうから、多分私が話したりなんで声がじゃない、喉が、私が話したりするとスタッフさんに話しかけてんのかなって多分思っちゃうだろうなとも思ったし、そうだからね、難しかった話すの声は水筒持参なんだ、私がね、私がこう水筒を持参してるだけね。他の人は水筒を持参してる人はあんまりいないですよなんで急に咳出たの、今日一回も咳してないのに、今日とか言ってVR だとだからお互いの声が聞こえるんですって、そのロビーで VR を体験してる方と私が VR で、だからお互いの顔とか見えないけど声は聞こえるの。セナタのコップに絵描いたりしてくる、私水飲まないからコップ使わないんだよねそうそうん家で VR 見てる人は聞こえません、そんなおかしいわそれはおかしい、最後の写真心臓やられた、え、何これか左右も飲まないです、あの味がついてないのが苦手でなんですよね、だから左右も飲めないです、水も飲めないし、
飲めるんだけどね。なんかそういう、そういうの言うと水しかなかったらどうすんのとか言って、いやそれは飲むわってなるんですよ。なんかそれ苦手って言うとなんかみんな、あ絶対無理なんだっていうあれじゃないですか、苦手って言うと。だから得意じゃないって言った方がいいのかな。飲めるんですけど、なんかお茶と水二択だったら絶対に水は選ばないっていう、二択だったらその一択しかなかったら飲むけどねっていう話よね。ねえ、てか今日あれだ、テロップ出してなかった。本当に喉渇いた時水しかかた、いやそれが分かんないのよね私には。一択だったら激怒するって、激怒しないですよ。激怒することなんてあんまないけど、激怒って、激怒ってどういうこと、怒鳴るとかかな、激怒ってどういうことなんだろう。一択は水一択だ、まあとりあえず水しかなかったら、まあお茶の時よりかは飲む頻度が減る、まずで、まあめっちゃ喉渇いたってなったら飲むっていうあれですね。ただ単に体に悪いっていう話ね。お話し会で配られる、配られないよ水、お話し会で。お話し会の時はなんか何種類かあるんですよ、ジュースと水とお茶。私はお茶をもらってます、いつも。テロップ予想、テロップもう書かないですよ、だってもう終わるもん。終わるからね、23時になったら。今日は延長しないと思う、わかんないけど。水のこだわりはないです、水は味がないから嫌い。炭酸水とコーヒーと豆乳がほとんど飲みません。あらあらあら、水に溶けるお茶の素、ちょっと待って、それ持ち歩くから。もうちょっと話したい。だってなんか私がノリノリになる話だよが出たら多分、あれですね、延長勝手になると思うんですけど、まあこのままだと延長は多分ないですね。ご飯の時もコーラ飲むだって、すごい、そんなに好きなんだ。コンビ名決めようか、やだ、ここで決めれないよ、ゆりさんがいないと決めれないから、やだ。飲み、なんか水、飲みやすい水とか、なんかいろはすって割と飲みやすいみたいなさ、よく言うからさ、なんか水克服しようと思っていろはす買ったんだけど無理でした。お茶に炭酸水を、ま、入れたことはないですね。多分あれは間違いじゃなくて普通に入れたんだと思うんですけど、ないですね。でも時間がなかったんでしょうね、わかんないですけど、炭酸水入れるほどってことだ。え、わかんないけど。でもあれですよね、なんかお茶ソーダみたいなさ、なんか言葉の花嫁見てる方わかると思うけど、出てくるよね、あれ美味しいのかなってちょっと思っちゃうけど。僕の太陽、バイト先に乃木坂好きな上司がいて、フラタンきっかけで仲良くなった。バイトに行く持ち気がありました。それは良かった。それは良かった。3番目に好きな公演だってあれですって、だからあのただいま恋愛中公演です。ただいま恋愛中公演はユニットっていうよりかは全体曲が全体的に好きです。あね、軟水香水みたいなのあるよね、あるよね。水に味付いてたら飲める。あ、抹茶ソーダだっけ、そうそうそう、それそれ。それよ、続編出るのね。でも私、え、
漫画ですか。漫画は私読んだから、そう、もう誰と結婚してるか分かるんだよね、あれ。直接 LINE でその辺、え、別に特に気にならない、そこ深掘りする必要ないくらい。しないよ。結局誰と結婚だから、それ言っちゃダメじゃん。ダメじゃん。僕知らないから教えて、だって、え、調べてください。夢しなの名前、私夢しなのね見たことないんですよね。いや申し訳ないですけど、見たことないは嘘ついた、見たことはあるね。でも私が上位にあるのって、あの直接劇場に足を運ぶ劇場に私が行って見た公演なので、上位3個は映画化され、あ、本当に言ってる。え、ただいま恋愛中の衣装わかる、好き、かわいいよね。しかも最初後ろ向いてるよね、あれがもうワクワクするよね、後ろ。あれはとてもいい公演だよ。見たことはあるよ、でも衣装だって見たことはあるんだもん、衣装全部見たことある。セットリストはちょっと言えないですね。バイ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 違かったっけ、これは違うか、あれ一番くじしてない。恋愛禁止条例公演ね、見たことないです。てか私が好きに劇場行き始めてから多分恋愛禁止条例公演やってないよね。だから見たことない。オンライン一番くじだって何それ。でもくじってさ、あれだよね、え、そうだよね、バイバイバイあるよね。バイバイバイはもうサッキーさんのイメージしかないです。あとさ、ボール投げるのいいよね。私別に 50% 好きじゃないですよ。好きな曲って言われてそれ出てこないんですけど、でもなんかのコンサートで見てめちゃめちゃ印象的だったからちょっと歌ってたっていう。はい、じゃあ23時なので23時なので終わりにしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。一押しカードガチャ、セラダのシーカード4枚も引いたの、すごくない？延長チャレンジ失敗。うん、そうなの、失敗だ。ずっと時計見てるなって思ってた。いや、いつも見てるのよ、いつも見てて、あ、過ぎてるわ、でもこれ延長しちゃおうと思って、いつもやってるんですけど。そう、一押しガチャ、一押しガチャ配信って何？でももう私ゆりさんのもせなさんのもあの一押しガチャやったので、コンプしたので、する必要ないということでね。長崎県行ったことないです。わかる、 UR ってさ、出ないってよく言うじゃん。シークレットはそのシークレットは確定があるけど、UR って確定ないから、だから私普通にシークレット確定じゃない時にユーリさんのガチャやったの、したらシークレット2枚も出て、うわ来たと思ったけど、え待てよ、これは UR 出ないパターンじゃないって思ってちょっとビビってたけど、無事出ました、3回目ぐらいで。危な10回やって出なかったら悲しいよね。今年のシークレット、今年じゃない、今月のシークレットこれでしょ、なんか。時計気にしてる。僕
の桜思い出しました。だって思い出そうって思ってないから思い出してない。忘れてたわ。今月のはシークレットと UR しか出なかった。え、だって3ヶ月に1回変わるじゃん。だからもうみんな持ってるでしょ、スーパーレアまでは。顔に、そうなのよ、私顔に指輪、私が顔に指輪当てがちなのか、それとも選ぶ方の好み的にこういうのが好きなのかもしれないって思ってるんですよ。だからその私はね、この前全体撮影、なんていうんですか、ドボンの撮影があったんですけど、あのその時はもう意識しました。これはあんまりやらないぞっていう、そう意識をしてやったから、でも次のカードがめちゃめちゃ楽しみっていうね。どうなるのでしょうか。それなんか、まあなんかさ、あもうポーズないってなった時にまあこれやったりしたぶしたけど、でもそのね、そのでもやったりしたけどもうポーズがないって時にやったので、まあ、ほぼやってないに近いんですね。でもこれが選ばれたらすごい、本当にすごい。ね、唯一やったこういうのがさ選ばれてたら本当にすごいと思う、ね、何通り必要なの。いや分かんない分かんない、そんなの分かんないですよ。でもなんだろう、でもさおドボンのカードとかだとさ、先輩の他の先輩がどんなポーズしてんのかなってちょっと気になって見て、それを真似したりとかもした。これが終了に選ばれるの嫌だよ本当に。誰を真似した、いやそこまで覚えてないわ、まだ覚えてないけど。じゃあ終わりますね終わりますね、はい、いや楽しみ、いつ変わるんですか、明日いつ変わるの、まだ延長してって言ったらさ延長してくれると思ってるでしょ。したんだけどね今日もちょっとだけでは、13位から読みます。13位エイニョンさん、12位サトキトキヤさん、11位ヒロチュンさん、10位あやかちゃん、9位ノリックさん、8位ケンジロウさん、7位きなこ、6位あおこさん、5位ヒロさん、4位ドラゴン Z、3位ミックスさん、2位シンさん、1位ブタバラパラダイスさんです。ありがとうございました。思ってます、ほらね、炎上チャレンジ失敗、残念残念でした。ねえちょっと面白くてやだ炎上ね、うん、次はいつ会えるの、だって配信は明日やりますよ、また配信はねでも明日私も時代発表見れるかな、見ようかな、ギフト読みます。マッシュルームチさん、ピーヨコちゃんマンさん、シンさん、ドラゴン Z、 翼おしいさん、ヤンちゃんさん、おまつさん、
ミッチーさん、ヒロチュンさん、ヒロさん、ヒロユキリンさん、すごい、3連続で名前が似てた、シロタンです。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。